ャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、鈴木ですね。そうですね、はい、新人王はお前だー、セリーグ編。いや、これ面白いですね。ねえ、うん、まあ、多くの人は、はい、まあ、新人の選手は分かるんですけど、うん、2年目以降の選手って誰が新人王の資格持ってるのか、そう、そういうのって報道してくれない限り分からないじゃないですか、最初から、はい、うん、だからもうこの動画を見てもらって、まあ、全員の選手は紹介できないですけど、はい、僕が新人王取りそうだなっていう選手で、うん、あ、この選手新人王の資格あるんだっていうのをね、確認しながらその野球のシーズンを見ていってもらうとね、うん、まあ、面白いんじゃないのかなっていう ね、 そうですね。テレビの報道とかでも大体終盤にならないとその報道出てこないじゃないですか。 それがもうめちゃくちゃ有名な人しか出てこないじゃん。そうですね、はい。でもいきなり出てきて新人王取る選手いるから、あ、まあまあ最後の方にボーンって出てきて、あと最後の方、えこの人も何年もいるのに新人王資格あるんやっていうね、いや、そう、人も出てくるから、はい。だからセリーグ編で、はい、じゃ候補選手、はい、ジャイアンツ、はい、もう文句なし、とこ、はい、ナイスピッチング、すごい。これ投げたんですよ、ね、はい、もう一勝あげましたよ、はい。まあ、去年からね、あのちょこちょこ投げてるんですけど、うん、まあ、新人王の資格が、そうか、去年でも2試合しか投げてないんですね。そうです、そうです、はい、うん、で、2年目の選手と、はい、ほー、まあ、トボスね、はい、やっぱり巨人なんかスタートダッシュね、最高ですもんね。そうですね、うん、まあでも僕もね、開幕5連勝して最下位になった年あったからあの、信用しないんですよ、開幕ダッシュは。そこは関係ないと、そうそうそう、はい、関係ないという事実を突きつけられたっていうね、はい、開幕5連勝で最下位か。まあでもピッチャーは、まあ、戸郷1人ですね、1人候補選手で言えば、はい、ジャイアンツは野手はですね、まあ、この開幕してからいい形で打ってる北村、はい、あの候補としては北村選手、うん、あと、まあ、練習試合でね、ホームラン打って、はい、まあ、ちょっとね、あのスタメン出た時は2三振とか、まだあの公式戦入っては打ててないですけど、まあ、候補選手としては現段階で言うと、はい、湯浅ですね、はい。まあ、基本この3人ですね。本当はね、このね、山下選手っていうね、うん、まあ、昨年もジャイアンツ の、はい、あの今年ブレイクするっていう選手で挙げたんですけど、はい、この山下もあの元気に来れればチャンスあると思うんですよ、はい。山下選手99番ですね、背番号。ああ、山下幸太選手、はい、2年目の選手、ね、去年ファームで結構打ってて、うん、今年もキャンプいい感じで来ててね、怪我とかあったりしながらのところですから、はい、うまくね、調整できて、できればチャンスあると思うんで、うん、まあ、今年じゃなくても、はい、来年とかね、この資格がある間は山下選手はね、チャンスあると思う。ずっと候補に入ってくるから、そう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 、うん。じゃあ続いて、阪神の候補選手は、はい、あの中継ぎでも投げてる小川一平投手ですね。小川一平投手、はい、開幕カードでね、はい、あの投げたんですけど、うん、あの打たれちゃったんですけど、はい、あの開幕2戦目だったかな、うん、投球内容自体はいいですよ、本当にストレートも力強いし腕も振ってるし、はい、出だしはつまずきましたけど、うん、多分シーズンとして体調さえ万全だったら、はい、いいピッチングできると思うんですね。あ、小川投手はもう完全に新人を取れるルーキーですね、はい、可能性十分あるんですよね、はい。だから阪神はね、あのドラフトで高校生を指名したんですけど、はい、多分唯一かなんかの、その大学、はい、東海大九州から入ってますね、はい、阪神ドラフト6位、はい、だと思うんですよね、はい。あとね、原口のブロッキングが下手くそだったんですよ。そうブロッキングが下手くそで、うん、でそこからちょっとキャッチングもなんかパッとしなくて、はい、でそれで結局最後点取られたっていうところもあって、ちょっとアンラッキーだったかなっていうところはあるんですけど、あれぐらい止めてあげなきゃ原口、ね、はい。あの何回も阪神が嫌いなわけじゃないです。そうです、平等ですからね、はいはい。でもこの小川投手、僕は十分あの新人王チャンスあるんじゃないかと、投球内容見ててもやっぱりいいですね、はい、うん、あの本当にこれからもっと活躍しそうだと。だから十分活躍すると思いますね、はい。でまあ、あの昨年ね、あのからのジョンソンがいなくなって、で、まあ、エドワーズ、スアレス、外国人がどうなるかわからない中で、小川投手の、まあ、岩崎、藤川に続くところでうまく、はい、まあね、今はもうちょっと前かもわかんないですけど、こう実績積んで経験残していければ、あの新人を1年間トータルで考えるとチャンスあると思うんですね。はい、野手はですね、はい、ちょっといないですね。まあ、期待してるところは井上晃大ですね。まあ、昨年ドラフトの時でも、この選手取った方がいいんじゃないのかっていうね、はい、選手言いましたけど、履正社のね、はい、まあ、あの、まあ、この、まあ、もうね、もうあと数年したら福留、糸井がもうちょっと年齢で1年間出れなくなってくるところで、この井上がパシッと入って5年目以内に1軍入ってくれば新人王候補になる素材だと思うんですね。今年ではない、今年はないですけど、まあね、今年の、新人王レースには出走、まあ、
できるかも分かんないですけど、はい、現段階ではちょっとできないのかなっていう感じがあるんで、はい、あのまあ、未来的には期待ですよね。いけるかなと、はい、だから阪神はこの、まあ、小川選手ですね、はい、で次が DeNA、はい、DeNA はですね一軍開幕登録されたんですけど伊勢投手、伊勢投手、はい、ね、まあ、候補選手としてはまあでもちょっといいところではまあその中継ぎ陣のねメンツ見ててもどうなのかなって、はい、まあ開幕戦もねあの1試合投げてまあ自責点もなしですけどね、まあ、失点してしまったっていうところで、はい、まあでも成長をうまくしていけばね新人王としては資格は十分あるんで、うん、DeNA 代表はまあ伊勢選手ですね。伊勢選手、あとはまあ野手で言うと、はい、あの伊藤幸也選手、あ、まあそのね、若手の注目どころで、はい、まあ、出してましたね、名前、あの候補選手なんですけど、はい、ちょっとあの外がセカンドを守ったりとかちょっとあの野手陣ガチンと余ってるんでちょっとチャンスないですね、うん、レギュラーにはなれないんじゃないか、だからその新人王を取れるまでの出場試合数が多分足りないと思うんで、うん、あの能力あるんですけど、はい、無理やと思うんですよ。これ何年目ですか伊藤選手は、まあ、今今年が2年目なんで、はい、今が57打席、去年57打席だ、はい、はい、だから何打席まで60でしたっけ、50、さっき何て言いました、50って言いました、60打席いないです、あ、ギリギリセーフだ、ギリいけるじゃないですか、はい、だから今年行かないともう多分使われていっちゃうんで、うん、代打とかそういうところで、そうそう、行っちゃうんで、だからまあ資格あるもう能力もあるし取れるチャンスあるんですけど、うん、やっぱチーム構成上、はい、多分そこまで使われないんで、はい、まあ厳しいかなっていう、でも候補ではありますね、はい、まあ、代打がもし怪我とかしたら、そうですね、チャンスは能力的なチャンスあるんですね、はい、で次広島、はい、やっぱり森下、あ、まあそうでしょうね、ワールド1位、まあ、あの開幕カードでもね、はい、まあ、勝ち星はつかなかったですけど、うん、いいピッチングしましたよね、はい、いやもうかなりの候補ですね、そうです、もう候補も本命中だから新人選手の中だったら大本命じゃないですか、はい、うん、そうですね、はい、野手いますね、野手はいないですね、あとまあ副兵で面白いのは山口翔ですね、はい、山口、ああいた、はい、あの昨年もあのいいピッチングしたんですよ、はい、でまあ、それは続かなかったんですけどね、でもポテンシャルはあると思うんで、はい、もううまくちょっと育ってくってくればチャンスあると思うんですね、3年目の選手だと、もうイニングの問題で来年もチャンスあるかどうかってところですけど、はい、まあ、十分あのチャンスはあるんですね、うまくはまればね、はい、可能性としてはなくはないよって、うん、去年投げた試合解説だったんですけど、はい、本当にいいピッチングしたんですよ、その勝った試合で、でじゃあ次ヤクルト、はい、ヤクルトはですね、はい、長谷川選手ですね、長谷川選手、あのソフトバンクの育成選手で来た、はい、あのこの選手はひょっとしたら長谷川博己選手でしたね、はい、あると思うんですよ、うまくはまればね、うーん、あとはね、あの新人のね、あの大西選手、大正大から入ってきた、はい、大西投手も、はい、素材的にはいいんで、はい、身長もでかいし球速もあるし、うん、でまあ、変化球しっかり、はい、投げれるんで、まあ、この2人がね、あの候補ですね、だから2年連続村上についてね、はい、2年連続新人王を取れるのかっていうところですけど、はい、うん、まあ、長谷川、まあちょっと出だしちょっと失点はしてしまってますけど、はい、まあ、期待値は僕はしてるんで、あのうまくはまればあるんじゃないのかなっていうね、なんか期待する選手に前もね名前出してましたしね、あとはこの新人の大西投手ね、はい、まあ、これは本当にチャンスあるんじゃないか、うんうん、はい、はまれば、じゃあで最後に中日ですね、はい、中日はですね、あのドラフトね、2位のね、はい、橋本投手、橋本投手、あの大正大から、だから大西と同級生なんですよ、そうですね、はい、同じ大正大だから入った、まあ、このピッチャー本当に、あの僕はもういい素材だと思うんで、はい、うまくあのはまれば新人王チャンスあるんじゃないのかなと、うん、13番ですか背番号ね、そうです、橋本勇気投手、はい、チャンスあると思うんですよ、はい、で打者だと、はい、軍司ですね、キャッチャーの、もしうまくはまって使われればね、慶応、はい、から、そうです、慶応からチャンスあるんちゃうかっていう、はい、だからやっぱりこのキャッチャーのレギュラー数に勝たなきゃいけないんで、やっぱ使われないと、まあ、50試合、60試合ぐらいじゃ新人を取れないんで、うん、はい、まあ、少なくても100試合以上出て、うん、規定打席行かなくてもギリギリぐらいまで行ってみたいな感じないと、はい、なかなか難しいんで、まあ、野手はレギュラーにならないとですね、そうですね、うん、まあ、これぐらいですかね、候補センスは。はい、まあ、大体2人ずつぐらい、ね、出てますけど、そうですね、はい、こんなからですね、はい、やっぱ佐々木と本命、はい、戸郷ですね、あ、そうなんだ、やっぱり、はい、あの森下も、はい、もう本命なんですけど、はい、
やっぱりその1年目というところでピッチングはすごいんですけど、1年間体力どこまで持つのかなっていうところもあるんで、やっぱり戸郷のピッチングも見ちゃって、はい、やっぱチャンスあるかなっていうね、うんうんうん、で打線も活発的で、はい、まあ、でも戸郷、森下がもう大本命ですね、この2人が。そうですね、この2人の多分、うん、マッチレースになると思うんですよ、はい、どっちが取るかっていう。だからこうなってくると何勝できるかとか、うん、そういうところで、そうそう、あとチームのね、援護っていうのも必要だから、うん、どっちが何勝できるかっていうところで、はい、戸郷、森下がもうどっちかっていうところと、一発逆であるのが小川っす、はい、おー、小川一平投手、一発逆転ひょっとしてあるのが小川一平ですね、はい、と、はい、大穴的に育てばあるのが長谷川、橋本です。おー、この成長率に行きたい。そう、成長率に行きたいですね。うーん、で、レギュラーになってチャンス掴めば軍です。声多いな。いや、これぐらい行きたい。だからまあ本命は森下、はいはい、戸郷、これはもう2大、はい、でも開幕したばっかりなんであれですけど、はい、ちょっとジャイアンツ勢いあるじゃないですか、はい、戸郷くんのかなみたいな、あ、なっていう。でも森下も捨てがたいなみたいな、まあ、こうつけがたい、やっぱり。これ気になるんですけど、じゃあ、まあ、戸郷投手が10勝しました、うん、森下投手はじゃあ、まあ、7勝ぐらいでしたと。じゃあもう戸郷だね。で、防御率が全然違いますとかだったらどうなりますか。戸郷だね。やっぱまあ勝ち星、やっぱり10勝、うん、投票だからやっぱ10勝っていう方がインパクト高いじゃん。あ、そっか、新人で投票でしたっけ、うん、あ、そっか、そうですね。でもみんななんか投票だからって言うじゃん、はい、投票って言えば主観じゃんね、はい、で主観で決めてなんとかっていう人いるんですけど、うん、これ僕の持論なんですけど、はい、主観は数集めたら主観じゃなくなると思ってるんですよ、まあ、みんながそう思ってるってことですね。そう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 、はい、主観の一人は主観だけど、うん、多くの人で統計取ったらそれはもう主観じゃないと思うんですよ。だって多くの人がそうやって思ってるってことは、もうそれが全てじゃないですか。そうですね。だからそれを主観とか人が決めてるっていうのはちょっとナンセンスって思うんですよね。ああ、まあみんなの、だってみんながそうやって思ってるってことはもうそうじゃん。はい。でもそれがデータになってるってことですよね。そう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 。だからまあ選挙もそうじゃんね。はい。一人がそう思ってるんじゃなくて多くの人がそう思ってるってことはもうそれがもう一つの答えだから。はい。ね、みんなのね。だからそれはもう仕方ないんで、だからそれを見せるにはやっぱインパクトあるものを見せなきゃいけないんで、はい、まあ10勝っていうのがね、まあ目安にはなりますよね。防御率がもしタイトル取ればそっちだと思うよ、はい、去年の吉野、ね、山本由伸みたいに8勝でも 1. 点なんぼでタイトル取ったらこっちだと思うけど、はい、確かに、うん、だから防御率、だから勝ち星下がっても同率どこまで高いかにもよるよね。うん、それ1点台なのか、はい、2点台なのか3点台なのかにもよるよね。そうですね、うん、どのぐらいチームに貢献したかとかにもよりますしね、うん、でも戸郷、森下だね、はい、これはもうこれは多分文句ないと思う、はい、でも一発逆転あるのはタイガースの岡は、はい、いや、なんかこの中にいない人出てきてほしいな。可能性あるそれは否めない。佐藤さん、こんな人出てきましたよっていうそれは皆さん教えてください。まだいると思うんでね、はい、それをまあ書きながら、また年末にね、はい、誰が新人王なのかを、まあ、予想しながらね、はい、まあ、楽しみたいですね、それ見ながらね。そうですね、答え合わせ楽しみですね。だからね、井上とかね、うん、もし伊藤とか山下とか出てきたらね、はい、おお、早めに出てきたみたいなね、はい、感じもあるだろうし、うん、山口とかもね、うん、あるし、郡司がレギュラーになれるのかとかね、はい、伊勢投手とか、北村、湯浅のセカンド、吉川もいるけどどうするんやとかね、はい、が新人王のタイトルに絡んでくるんですよね、うん、まあ、それを見ながらね、はい、シーズン楽しんでいければ、言わなきゃいけないからね、こいつやってね、そういう動画だから、そういう企画ですからね。そうそうそう、はい、だから本命戸郷、はい、対抗森下、大穴小川、これかな、はい、これでいこうかな、これで決まりですね。なんか大穴って条件悪いからね、すいませんね、そこはね、ちょっと競馬みたいに言ってるだけで、ね、そんな感じです、はい。